あなたの百の嫌いなところは、2014年2月26日にソニーミュージックレコーズから発売された合力、彩り目の2枚目のシングル。兄弟曲は、テレビ朝日で2014年1月から放送された、私の嫌いな探偵の主題歌として書き下されたもので、ドラマで主演する2人の関係性も織り込んで作られた。合力が、ドラマの主題歌を担当するのは、これが初めてである。 歌詞は喧嘩ばっかりして嫌な気持ちになるのに、どうしても気になっちゃうという複雑な乙女心を歌っており、サウンドは60年代ポップスをイメージしている。アートワークは曲に合わせて1960年代風のファッションとカラーリングを取り入れている。イヤリングやネックレスが口をモチーフにしていることについて、合力自身は冗談交じりにタイトルにもある。 嫌いなところを物語っているようだと語っている。ミュージックビデオはミュージカル好きの合力のアイデアをもとにした J-POP ミュージカル仕立てとなっており、気になる彼を思い浮かべながら友人たちと食事を作ったり映画を見たりして過ごす喜怒哀楽に満ちた一日たちが描かれる。合力は階段や小道具の多様に苦労したというが、かっこよさと可愛さをふんだんに取り入れました。デビューシングル同様、 ミュージカル上でワクワク楽しくなれるような仕上がりになっていますと仕上がりに自信を見せた。ガオガオダンスダンスはヒップホップをベースとしながらガーリーな味付けを加えて難易度の高いサイドウォークも取り入れている。一方、みんなに一緒に踊ってほしいという思いから親しみやすいキャッチーな振り付けとしてサビの部分にガオガオダンスを組み込んだ。これはミュージックビデオのアニメキャラクター。 タイガーくんをイメージしたもので、虎が前足を上げて襲いかかる姿のコミカルな表現であり、合力が振付師のワーナーと議論を重ねながら作り、名付けたものである。ミュージックビデオは2014年1月29日に公開された。初回限定版には DVD が付属する。CD あなたの100の嫌いなところ、3時17分、Dear My Friend、4時32分アップ。 アップ4時32分あなたの100の嫌いなところからインストゥルメンタル DVD オフショットムービーレッツダンスありがとうございます